ニューヨーク16日ロイター米国時間の原油価格は下落、1バレルイコール30ドルを下回った。世界的な新型コロナウイルスの流行が週末に一段と広がったことを受け、感染拡大抑制に向けた政府による移動制限が予感的なリセッション、景気後退に流るとの懸念が膨らんだ。北海ブレント先物労国一の新産地は 3.8 ドル、11.2%、安の1バレルイコール 30.05 ドル、一時に 9.52 ドルまで下落し、2016年1月以来の安値をつけた。米 WTI、原油先物 CLC1 は 3.03 ドル、9.6%、安の1バレルイコール 28.70 ドルと、16年2月以来の安値となった。サウジアラビアの国営石油会社、サウジアラムコのアミンナセル最高経営責任者 CEO は、5月の産油量について4月に計画している産油量を超える水準を維持する可能性が高いと述べた。